こんにちは、吉松です。ということで、まあ、今回はね、ちょっとまだ全部読んでないですけど、とりあえずタフティね読んでですね、まあ3分の1読んだんで、これ結構いろいろとこう話すところ満載なんでね、まあそこまでのね部分をねちょっとだけやってみますということで、これはまあ、バジム・ゼランドさんのですね、ここですね、バジム・ゼランドさんの最新刊ということでですね、私の、 動画のコメント欄に書いていただいた人がおって、私も知らなかったんですけど、まあ、SB クリエイティブというところから出てますよね。はい、ちょっとそれやってみますよね。で、これタフティね、今までのゼランドさんの著作1から4まで、第1巻から第4巻までね、1から4まで、この1から4までのテキストが小学生向きだとすると、これは高校生向きというふうに一番初めのところに書いてあります。高校生向きだよと、このタフティはね。まあ、読んでみたとこ3分の1読んだんですけど、まあ、一日一日ちょっとずつ読んでみてですね、また元に戻ったりいろいろして読んだんですけど、確かにこれはね、まあ全4巻が小学生の低学年中学年ぐらいかな、まあなんとか高学年いけるかどうかっていう感じかな。うん、まあ1年生2年生ぐらいから始まってずっと勉強したということなんですけどね、のですね、まあかなり高い、やはりかなり上級バージョンということが言えます。うん、タフティがね、で何て言うかな、まあ一応いろんな概念がありまして、おそらく第4巻のところに、まあフレージングとか鏡の法則とかちょっと書いてあったんで、あれを発展させた部分の本のように思います。まあ第1巻はね、こう振り子とかね、第1巻がですね、振り子で、第2巻のところがまたいろいろこうあるんですけど、第1巻はね、第1はね、これは第1がですね、振り子の法則ですね、の法則。この第2巻というのが、こうまあバリアント空間とかいろいろ、なんだかな、こう外的意図とかね、まあ、いろいろあっていろいろ面白い。でですね、この辺の外的意図とか、まあ振り子のことは出てないけど、外的意図というところと、それから第4巻にあった鏡の法則というのがあって、鏡の法則ね、鏡の法則、これ辺ですね、鏡の法則、まあ、この辺がちょっと関わりあって出てきます、これにね。うん、でこの辺のところを知らないと、おそらく読んでも一番初めにですね、このタフティをですね読むとさっぱりわからんと思います。それどころか、まあ抵抗感感じて、なんだこれと、もっと詳しく説明しろやっていう感じになると思うので、まあ、おそらく1から4のところをですね、もう何回も何回も、とにかくまあ最低1から4巻を購入して4回か5回ぐらい読み直して、ノートにも書いて、あとこの書く難しい用語っていうのは、用語集みたいなのがあるので、用語集みたいなのをしっかり確認をしてですね、概念をしっかりと統一してからやらないと、なかなかね、タフティだけ読んでもなかなかちょっと厳しい部分があるかなということを思っておりますというところで、でとりあえず私がですね捉えたのはですね、この真ん中にですね、ここに現実というのがあるんですよ。現実というのがね、現実、ここに現実という部分がありまして、ここに今、まあ私も皆さんもここにいるんです。今この棒の中にいるんです。でこの現実からですね、こちら側、
とですね、こちら側にですね、まあマネキンって言うんですよ、マネキンって。こうタフティに言うとですね、マネキン、こちらもマネキンなんですよ。マネキンって何のマネキンかなと思ったら、自分がですね、ここで演技している。例えば今で言うと、私はこれ描いているというこのね、両側にいるんですよ。でこちら側ね、これがまあなんていうかな、まあどちらでもいいんですけども、こちらがまあ夢とするしますわね、夢側のマネキン、これがまあ自分が今いるなんていうかな、今ここですね、今ということですね、今というふうに 思ってると。でですね、現実というところに今私たちはいるんですけど、ここのところからここのところにまあ自分の意識があるわけですよ。意識というか、まあこうなんていうのか、ちょっとこう一言で言いにくいんだけど、まあ、自分のこの本当の自分っていうのかな、この中にいるんですよ。本当の自分が目を覚ましていると、この現実、こちら側の現実も動かせるんだけど、大抵眠ってるんですよ。とかは、それはそれ睡眠とは関係なくて、目を開けていても寝てる、ね、目を開けていても寝てる、あるいは夢の中に入っちゃうと、まあ、こっちに来るわけですね、で、ここの真ん中の現実からですね、普通はいつもこの今の現実を見てるわけです。例えば、お腹減ったなとか、今日この後でやることはこういうところで、編集作業はどうのこうのとか、ね。ところが、ここの現実、今私たちが現実っていうのを思ってる部分というのは、この夢の中のこれがですね、ここに映ってきて、ここの鏡に映ってきて、でこちらから見るとその鏡を、これが現実なんですよ。つまりここのマネキンをですね、夢の中のマネキンをですね、自分で動かせるようになると、これがここの現実に反映して、実際問題この少し手前の部分が変わるということです。だからこれ現実なんだけど、実際問題これが現実とこっちが思ってるんだけど、実際はこっち遅いんですよね、この現実が来るよりも、だからここでいくら頑張ってももう済んでしまったことなので、現実変わらないと。だからこの夢の段階、このマネキンの今夢というか、このマネこっちの方のマネキンを動かすことによって、この今というところのちょっと後のこの現実をですね、ちょっと先、今はここしか自分自身はこう何ていうかな、自分はですね、この済んだ後しか感覚的には捉えられないので、ただコップがテーブルから落ちますわね、折った時しかこれ把握できないんだけど、この現実に実は落ちる原因みたいなのがあって、何かやっちゃったのその一歩手前が あるんですよ。でここのところはコップをテーブルから落とすことがなくって、うまいこと飲んだというところなんですよね。でこのマネキンのところへ行かないと、コップがテーブルから滑り落ちて飲めずに下にこぼれてしまったという、中のコーヒーが、そういうような、まあ台本っていうかな、こう台本があった場合に、それをやめたい場合には、この台本からですね外れて、このコップをテーブルから落としてしまったマネキンの動きをテーブルからうまいこと取って飲んだというマネキンに移し替える必要があるんです、ここ、でそのためには、まず寝ると夢に入る、このマネキンは動かせないです、台本通りに動かしちゃうんでね。でそうじゃなくって、ここの眠る夢っていうか、この夢の部分のマネキンっていうふうにここに書いてある、一番初めの方にね。とはこれは結局次元が違ってですね、これはね、実はよく読んでみたら、まあ書いてないですけど、まあ、ここが4次元でここが3次元なんですよ。3次元でいくら頑張っても何事も起きませんよと。
ましてやこの今の状態はここからの起きてしまった過去からは変えようと思っても変えれないんですよ。もうフィルムがバーッと動いちゃってるから、現実という時間がだから変えるとするとここなんですよね。4次元の空間、まあパラレルワールドもいいですけど、パラレルワールドからへ行くとか平行世界を移るということもいいんですけど、そういうところへ行くということで、こちらの方のマネキンを変えるんですよ、動きをね。で、目を覚めても、今私も皆さんも目が覚めてるんですが、実は眠ってるんですよ。だから起きてしまって、つまり夢の中で本当にそういう自分の心の中が、まあ、実は目が開くんじゃなしに、心の中が目を覚ますと、このマネキンをうまく動かせて明晰夢というね、夢を自分で好きなように見ることができるという部分もあって、そういう感じで現実にいながらも、この夢の一部であるこの現実を自分がマネキンの主人公になって動かしていくという具合にやっていく。どっかから電話が入ったとする。ね。あ、きっとこれは私の、恋しているあの人からだろうというふうに思ったら、階段を降りてって受話器を取る前に、まあ今は携帯電話だけど、携帯電話を取る前に目を覚まして、彼女からの電話、彼氏からの電話っていうふうに明確に意識して、笑顔で取ると彼氏と。普通に取っちゃうと関係ないセールス電話とかいう感じですよね。これ台本があるんですよ、ここに。台本っていうのはこっからこっちへもう流れてるんだけど、台本は普通変えれないんだけど、このマネキンをですね、目を覚ました現実でマネキンをコントロールした場合、台本が変わるということなんですよ。これ平行社会っていうか平行世界を映るということと同じなんですけど、まあそこまでは分かったんですけど、あとこの中にですね、大変素晴らしいのはですね、まあこれその2でも喋れますけど、いろいろそのマネキンを動かすテクニックがいろいろ書いてあるんですよ。私それを実際やってみたいんです。今実践中ですので、またその実践した後のね、感想はね、また言います。うん、まあ今ちょっと実践ちょっと積み重ねてるところなんで、うん、まあそこのとこです。だからこのタフティをですね、読み込もうとね、よっぽど素質のある方、才能のある方なら分かりますけど、直にこれから手をつけちゃうと、おそらく失望をするということになると思いますので、トランスアーフィムのですね、まあ、今中古でしか売ってないですけど、中古本でしかも今作ってないので、1から4をまずしっかり読んで、それからですね、このタフティこの方にチャレンジをしてください。では渡さん、次回またねお会いしましょう。